はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にありますファイナルファンタジー16。はい、ついに出ましたファイナルファンタジーのナンバリング最新作16が出ましたね。こちらのコレクターズエディションっていうのを購入しました。はい、これはね、抽選販売だったんですよね。うん、で抽選販売で当選して購入できたっていう経緯なんですけれども、まあ、抽選販売って言っても多分全当選だったような気がするぐらいだと思うんですけれどもね。うん、まあお高いですよね。うん、これ定価が 38,500円かそんぐらいだったと思うんですけれども、うん、本体買いちゃうじゃんっていうぐらいの高さなんですけれどもね。はい、で中身に何が入ってるかというとね、まあ、とりあえずセブンネットで私は購入したんですよね。うん、で特典がね、まあこれが特典なのかセブンイレブンの特典かな、ファイナルファンタジーのオリジナルドットラゲッジタグ、はい、要は主人公のクライブ、うん、クライブをドットにしたやつ、結構大きいですよね。うん、まあ要はパスケースみたいなやつなんでカードを入れるっぽいですね。うん、はい、あとはこの特典のプロダクトコード、うん、これがセブンネットショッピング特典のやつと、あとはこのコレクターズエディションについている特典のやつですね。プロダクトコードが2つ入ってました。であとはソフトなんですけれども、ソフトは普通にこうやって単品で入ってましたね。うん、ダンボールの中に、はい、いやこれはねもうめっちゃ楽しみ。うん、もうこれはね早くやりたいですね。はい、注目すべきはこちらのでっかい箱。うん、これがねもう 絵柄がもうデザインがね、天野先生のね絵になってますけれども、かなり豪華ですね。ミラーになってます。はい、反射してますね。とりあえずこれをね箱を外周1回転させてみましょう。はい、てな感じでね箱を1回転させてみました。うん、まあ絵柄はねもう召喚獣ですね、すべて。うん、まあ物語がまだ分かってないんですけれどもね、プレイマインなんで、はい、まあ、ということでね、この箱がどういうものが入ってるかというのをね早速開けてみていきましょう。はい、開封してね中にある箱を取り出しました。はい、こんな感じでビニールに包まれてます。はい、とりあえずこれをね剥がしましょう。はい、剥がすとねこんな感じで、まあ、窓枠があるんですけれども、周りがね真っ黒なんで何かはわからないですよね。うん、まあ、とりあえずねこちらも、箱を1回転させてみたいと思います。はい、てな感じでね箱を見ていただきましたが、まあ、こちらもね天野先生の絵で召喚獣描かれてますね。まあ、フェニックスとイフリートが対峙してるやつですね。はい、でこれの前にもう一つ箱があったんでそちらもお見せしたいと思います。はい、こちらなんですが、こちらがね何が入っているのかまだ確認はしてないんですが、まあ薄さはこんな感じ。薄さというより厚さかまあこんな感じで裏は何も書いてないんですけれどもね。うん、こちら何が入っているかっていうのをちょっと開けてみてみましょう。はい、で開けるとこんな感じで、はい、入ってますね。これがまあ世界観の地図ですね。ファイナルファンタジー16のマップ、はい、それのクロス、うん、マルチクロスっていうのかな、ここにねワールドマップグラフィッククロスって書いてあります。はい、まあ、一応ねここら辺は開封はしません。はい、とりあえずその特典の内容のね写真、
貼っておきます、はい、で続いてこちらの横のこの箱、はい、こちらが今回ね登場する召喚獣をモチーフにしたピンズですかね。そうですね、召喚獣レリーフピンズコレクション、はい、こちらが入ってましたね。でこの横、これがアウターケースですね、はい、てな感じの特典ですね、はい、はい、ということでね、ではこちらのフィギュアの方ですね、はい、こちらを開封していきたいと思います。はい、ブリスターの状態とりあえず1回転させてみましょう。はい、ということでじゃあね、もう実際に取り出して見てみましょう。ではフィギュア見ていただきましょう。こちらバーン、すっごい、これめっちゃリアル、なんか造形がねすっごいね、細かいところまでね作り込まれてる。イフリートとフェニックス、いやこれは素晴らしい。でこうね寄ってみると、この造形の細かさが伝わるでしょうか。いやすっごいね、うん、なんか塗装もすげえこれ、うん、もうイフリートの方はもうまがまがしい感じ、うん、赤と黒、すっげえこれ。でちょっと腕の部分とかね、ちょっと薄い感じに、うん、クリアなのかな。でこういうね、うん、筋肉の繊維みたいなのが彫られてて、でね目とかはちょっと分かりづらいんですけれどもね、顔の造形もねゴジラみたいだね。うわすっごい。でフェニックスの部分、こちらもねちょっと目分かりづらいんですけれどもね、うん、ちゃんと赤い色が塗られてるんですけれども、うん、でこれはねフェニックス、この尻尾っていうのかな、尾羽の方か、うん、がねこうグラデーション、クリアのグラデーションになってるんですよね。で緑、うん、なんかねカラフルなんだよね。こんな感じでこのね尾羽の方、これなんてもうブルー、水色っていうのかな、ライトパープルみたいな感じで、すごい綺麗な鱗みたいな感じになってんだよね。すっげー綺麗。で全体的にもうメタリックだね、クリアとメタリックをねもう贅沢に配色してる感じ。もうこの羽とか豪華だよね、綺麗の一言。いや造形もすげえ、イフリートの尻尾ポもすごいな、ほんとイフリートなんかゴジラっぽいな。いやすごいね、この構図が素晴らしいよね、うん、まあ、プレイしてないんでわからないんですけれどもね、うん、こういう感じの時があるんですかね、対峙する場面がね。このフィギュア自体はねすごい軽いです、うん、重くはない。いやこれはめっちゃいい造形物としてはね完璧ですね、うん、と
といった感じでね、今回はファイナルファンタジー16のコレクターズエディション、こちらを紹介させていただきました。まあね、メインとなるのはこちらのフィギュアの方でしたね。はい、まあゲームはゲームで、うん、まあ私の場合はねゲーム実況はできないんですけれどもね。はい、じゃあとりあえずね、最後は背景を変えて回転台座に乗せてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。